2015年4月7日、韓国中央日報によると、2018年ピョンチャン冬季五輪組織委員会は、サムスンと1000億ウォン、約110億円規模のスポンサー契約を交わした。同日付で環球網が伝えた。調印式は6日に行われた。サムスン電子は、すでに五輪のトップスポンサーとして活動しているが、今回は異例のケースとしてサポートを決めた。この契約に基づき、サムスンは800億ウォン、約88億円の現金のほか、200億ウォン、約22億円相当の IT 機器を提供する。サムスンの参加により、国内スポンサーは6社となった。